それでは決勝戦呼び込ませていただきます。すいません、エスカイネ君、水取ってきます。はい、ではもう一回決勝戦のルールがおさらいで、小説と、DJ の選択は変わらず、3本中2本先に選手した MC の優勝になります。お客さんももう本当最高で、これだけ声出してずっと立ってて疲れてると思うんですけど、あとやっても3試合なんで全力でお願いします。では行きましょう、エスカイネ VS ムートン、ステージへお願いします。それでは DJ やるだけお願いします。ナイス DJ。 それでは DJ タルお願いします。ナイスビーツ。それでは先行を選んだエスカイネに選択権がございます。 DJ あなたけ、小説数は16-2 or 8-4、 16-2で、16-2で。それでは決勝戦1本目いきましょう。先行エスカイネ、後攻ムートン、16小説×2ターン、レディーファイ。逆何年だったろう、それを俺が言うから意味があんだろう。この凱旋回って毎回順負け、でも今日は優勝だけ。奪い取るぜ自分の心に、嘘はないとついたこのステージ、あんたには何回も勝ってる、同じようにまためくらせてやる。巡る時代2011から生まれたヒップホップドリーミング、頭の脳で計画してきたことがやっと実現する俺だ。ステージでマイク持つ、そのソウルにこもったボイスさん、ステージのストーリー繋がるヒロイン、自分じゃないよ繋げる主人公に。えひょん、ちょっと入りすぎたな、落ち着いていこうぜエスカイネ。まあ何回も負けたが今日はまた別、えまだ何年も経ってねえ、しがみついてるだけこのマイクに。お前10代で何年も経ったとか言うな、説得るようなかけらもねえぜバカ。俺は26、まだ10年経ったって集中、10年経っとやって一人前、そんなもんだぜヒップホップ。まだまだ教えたいこと、エリア王国ファイ、俺もオシロマッチョのように、一つのマイクロフォン、熱い思いだけじゃねえ。コロナ今日で緊急も解除されたが、実は俺ラップ始めて10年目だぜ、一人前って言えんじゃねえ。ぶち上がり実績とともに、あとは優勝のみのこのステージ、上がっていく俺の足元は冗談飛ばない、固めたカルテル全てをつけて見える、スケルトン骨抜きにしてやる。16の流れに見たリバー、愛される道が今できた、その上で言葉スタミナ消えても、俺は叫び続けてんだ、それを忘れねえ、震えるぐらいいつもの通りじゃねえ、スタミナを使い切ってまた参る、それで自信してる Go my way。 なあお前マジですげえな、ってことは10歳からやってたってことだろ、んな時俺マス描いてただけだぜ、マス描いて、でも今日だけは負けらんねえ、始めたのだって19、遅いかも、スピード遅さや速さじゃねえ、速くなったあいつはすぐに勘ぐって、速くなってねえ俺はマイク握ってるだけ、この思いでスモーカーじゃねえ、悪いやつとかかっけえとかダッセーとか、お前のアルバムの曲もあさって送るからよくチェックしてくれよな、エスカイネ。ただのバトルじゃねえ、勝ち負けじゃねえ、金じゃねえ、汗じゃねえ、血じゃねえ、思い出せラブ出せ、このエルボー LST よりも曲げてやろうぜな。終了。それでは判定の方に移らせていただきます。先攻エスカイネ、後攻ムートン、まず1本目はエスカイネ。それでは2本目に移らせていただきます。DJ あなただけ準備ができたら聞かせてください。
ナイス DJ。 それでは DJ イタルお願いします。それでは先行のエスカイネに選択権がございます。イタルさんで DJ イタルでお願いします。16、2本、16小節かける2本でお願いします。それでは決勝戦2本目行かせていただきます。先行エスカイネ後攻ムートン、16小節かける2ターン、レイファイ。俺はドラマを求めちゃねえ。